なんチャンネル。こんにちは、森アンナです。本日はクロスピ街道最速累計開始について動画を撮っていきたいと思います。やだな、怖いな、怖いな、やだな、怖いなと思ったんですよ。そしたら累計が終わりました。それではやっていきましょう。なななな なんチャンネル。今回はこちらのポイントに分けてお話ししていきたいと思います。イベント解説、累計回収までに使った時間、累計回収までに使ったエナジー、累計回収後に回収できたエナジー数、そして最後に累計開封の様子となります。まずはイベント解説です。クロスピ妖怪道とはマップに配置されたイベント専用試合を行うことでバットの化身の打撃能力を強化し、待ち構えるボス妖怪の撃退を目指すイベントです。今回は1、10、100、10万、10万、17万5000ポイントで S ランク契約書がもらえました。そしてこちらが撃退報酬となっております。ボスを撃退するのは8体撃退しようということで、8体目に S ランクの特訓コーチがもらえます。こんな感じでね、ここにボスがいるんですよ。ダメージっていうのがあるんですけれども、まあ、一番優先しなきゃいけないのはダメージですね。なのでこのバットの絵が描いてるものをより多くゲットしていく。そして視聴者さんに教えていただいたんですけど、スキルの部分では排水の陣というスキルがかなり強いみたいです。私は最初なんかまんべんなく強くしてった方がいいのかなと思ったんですけれども、まあ、ダメージが一番ゲットしていくといいよって教えてもらったので、私も動画で皆さんに教えてもらったことを誰かに共有したいなと思いました。次に累計回収までに使った時間なのですが、生配信自体は2時間20分でした。ご視聴ありがとうございました。その前にでもそんなにはやってなかったので、まあ、トータルとしても2時間40分ぐらいなんじゃないかなと思います。まあ、3時間ぐらいだったよっていうお声が多かったので、まあ、3時間かかったりかからなかったりラジバンダリぐらいだと思っていただければ大丈夫かなと思います。そして累計回収までに使ったエナジーです。累計回収までに使ったエナジーなのですが、私がちょっと生配信の前にちょっとやっていたのもあったので、ちょっとだけズレはあるんですけれども、生配信前の話をすると603エナジーありました。終わった時には550エナジー残っていましたので、53エナジー生配信中に使いました。そして累計回収後に回収できたエナジー数は64エナジーだったので、今回のイベントでは11エナジーの獲得となりました。マイナスにはなっていませんね。ということで累計開封の様子を見ていただきたいと思います。どうぞ。ということで累計回収して終わりにしたいと思います。いきまーす。いや、あの選手が欲しい。演出は渋め。バリン、せーの。なチャンネル。はい、ということでこちらが累計開封の様子でした。いかがだったでしょうか。なんとね、その日のちょっと負け投手だったということで、ちょっとコメント欄がね、あってなってましたがまあまあそんな日もありますね。そしてこのプロスピ妖怪道なんですけれども、まだ多分イベントとしては3回目ぐらいなんじゃないでしょうか。結構新しいイベントで、あんまりねたくさんまだやったなっていう記憶はないんですけれども、割と視聴者さんの中には結構早く終わるイベントだしポンポンできるから好きだよっていう方が多かったんですが、皆さんはプロスピ妖怪道は好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。もうちょっとね、調子くんが妖怪になって出てくるのがちょっと可愛らしい句もあり、なんかすごいなって思いもあり、ね、だってよく見てください、このお顔割と怖い顔してますからね。かわいい、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 調子くんが。普段こんなににっこり、調子くんなのに。こんな歯が、ニョキニョキってして。こ
んなプロスピ妖怪道でした。なんかでもなんかプロスピ妖怪道といえばなんか夏っていうイメージがあって、なんか夏ってイメージがありますなんとなくね、やっぱ妖怪の怪談とかそういう系なのかな、そういうイメージが私は勝手にあります。ということで皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。長子くんが妖怪になってもみんなは妖怪にならないでください。